なんだこの玉は。はい、ようこそ。ゲストの皆様こんにちは、ダケンです。今回も楽しいゲームを一緒にやってこうぜ。よし。はい、ということで今回ですね、 SCP-002 ザ・リビングルームという海外のゲーム実況プレイやっとこうかなと思います。はい、ですね、こちらなんですが、SCP が僕あまり詳しくないんですよ。だけどこれについて軽く調べております。はい、さっき玉って言っちゃったけど、これ肉片らしくて、この肉片ちょっと欠けてるみたいなんですよ。でその欠けた部分から中に入れるようになってて、空間があるんですよ。でそれがザ・リビングルームってことなのかな。はい、ではやっていこうかなと思います。英文が流れてますね。エレベーターの中にいるのかな。じゃあ英文僕読まないんで、読まないという名の読めない感じでお届けしてるんで、その間に軽く説明したいと思います。はい、でさっきのさ、玉を最初に見つけた人が村人らしくて、でその村人がその村の村長に報告したんだよ。でその後財団が関わってくるようになって、極秘で調査を進めてたみたいなんですが、先ほどのね002を収容したコンテナがここなのかな。さっきのタイトル画面と今の映像の、始まりましたね。楽しみだ。やっていきましょうか。はい。D1225 っていうのは俺のことかな。You will find a list of all the objects inside the SCP-002. You need to find the items and confirm they are present by simply approaching them. When you have finished attempting to locate all objects, try and find two objects that are not stated on the list. After that, you can leave and will be done for the day. Now, approach the SCP-002. Okay. 絶対 OK じゃねえ。分かってる風な感じして全然 OK じゃねえから。はい。そう、このコンテナなんですよ。さっきの話に戻りますけど。で、002を村人の手を借りて調査してるんですが、その村人が3人、不可解にもね、行方不明になってしまうんですよ。調べてる時にね。で、その後も職員たちも4人が、あそこのね、肉片の入り口ら辺に引き寄せられて、その後行方不明になってしまったと。だけど調査は継続されてしまったんですよ。でそこからのスタートなのかな。はい、多分そうだと思います。さっき番号で呼ばれてたけど、主人公の名前なのかな。最悪だわ。とんでもねえ研究に関わってしまった俺。はい、これか。すげえな、結構リアルだぞ。はい、そこのハッチが入り口になってんのかな。こっちはいける？人がめっちゃ見てるけど。いろいろいるね。なんか端っこに黒い、黒ずくめの男がいるけど。毎回コナンを困らせてるやつかな。Stay inside the barrier, otherwise we will terminate you immediately. 何？ここに、インサイド、戻れみたいな感じで言ったよね。ここに行くか、なんか、すぐに終了させるみたいな感じで書いてあったけど。こっち行ったらどうなっちゃうの？試してみよう。なるほど。把握。はよしろ。俺は肉片の入り口に来てんだ。そわそわしてんだ。さっさと終わらせろ話を。よし、終わった。はい。最初からでしたね。なるほど。ここの枠から出ちゃうと射殺されると。選択肢2つですね。こっから逃げたら殺されちゃう。この中に入って調査を進めろと。わかりました。やだな。なんでこんな俺の人生あいつらに決められてんだろう。最悪だわ。はい。この中入ればいいんですかね。お邪魔します。ん？入れなくね？あ、最初、逃げる素振りをして、銃口構えてたよね、黒ずくめが。そこまで進めてからもう一回向かうのかな。ほら、バリアの中に戻るか、すぐ人生を終わらせられるかみたいな選択肢でしたね。こっち。これでこう行ったら入れんのかな。
あ、いた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 。はい。そう、入り口付近にノートとペンがあったんですよ。あとライトかな。え、これでここで暮らせってこと？うわ、見えるじゃん。音楽流れてちょっと過ごしやすくしてんじゃねえよ。最悪だわこのリビングルーム。植物も置いてあって、はい。なになに、あ、これがついたの？うわ、怖っ。あ、はいはい、下のなんかオブジェクトを集めろっていう風に書いてあるみたいなんですが、これで今テレビのところがチェックつきましたね。で、それをいくつか探すのかな。次ラジオって書いてある。ラジオ、ラジオこれじゃない？はい、あ、そうだそうだ、そういうことね。わかりました。外これもう出れないの？うーわー、マジか。ここでずっと調査を進めるのか。最悪だな。はい、次はブックス。はい、3冊あるのかな。どこだどこだ。ブックブック、これか、これおもちゃだよね。あ、下の方でチェックがつきましたね。あっ、お前黙れお前、バカかお前。ホラーじゃんもう完全に。で、これは、あ、はいはい、プレイボール。一応窓ついてんだね。それ真っ赤だわ。はい、あとはこの辺は、あ、これか。チルドレンズトイズ、子供のおもちゃ、子供のおもちゃ4つ、これかな。あ、そうだ、よし、子供のおもちゃ4つはチェックつけたんで、次本だな。そうでね、オブジェクトをこうやって進めてると新たなオブジェクトが出てくるよっていうのを説明で書いてあったんですが、出てきましたね。これのことかな。出てきたというか、これ最初からあったかな。あとは、あ、あった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 、これか。はいはい、あと1冊。転がってんのかな。しゃがんだりできねえからな。この裏とかはねえな。あったあった。え、これ最初からあった。どんどん出現してんじゃね。はい、あ、全部埋まったよ。で、下にニューオブジェクトって書いてある。あ、やっぱりこれ上全部チェックしたから扉が開けたのかな。そしてこの中入り、うわ、何これ、ここに住めってこと。あ、サイン、これは、あ、何、コートハンガー。ん、視界が暗くなっちゃった。ん、あれ、閉じ込められてる。嘘、あ、なんか出てきたよ。あ、実食中です。そんな食う、すっごい味わって食うじゃん。はい、これ体内ってこと。 There's the list who left us. That means pretty much everything to be written off now. また調査員が入ってきてる。 Wait, where is he? これ吸収されてんのか。ほら、俺はここだよ。Oh, there, I found him. Where is he? Oh, damn. Yeah, we're down here for now. Seal it up. え？今の人も食われちゃうのかな？もう調査進めんなよ。終わったわ。つらっ。ただただつれえなこのゲーム。なるほど、 SCP-002
なんか都市伝説的な感じがあってすごい面白いですよね SCP。 ちょっと僕も興味が湧きました。でなんですが皆さん気づきました？さっきのオブジェクト7つ集めたんですよ。本が3冊、子供のおもちゃ4つ、7つ。あれ？これって最初に行方不明になった村人さんに職員4人一致してませんか？そう、この中に入った7人の人たちは全員家具にされてるんですよ。だから今の主人公も8個目の家具になったのかもしれない。今回は自分たちのチームが関わった個数の家具を回収したが、他にもラジオやテレビ、植木、窓、テーブル、椅子などがありました。最初に発見した村人の前にもそれに関わった人が多くいるのかもしれない。あれは一体何の塊だったのか、信じるか信じないかは、あな、はい、ということで、この動画がちょっとでもいいと思ったら、いいねボタンを押してくれると嬉しいです。僕ね、こういう海外の新しい感じのゲームとか、珍しいゲーム、ホラーゲーム、バカゲー、いろいろやってるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、すごい面白かったですね。都市伝説的な、なんかこういうゲーム僕好きですね。ダークだけど。はい。またこういうの見つけたらやっていこうかなと思います。チャンネル登録お願いしますね。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。